ちゃん、こんにちは。バーサス、そうです、今日はバーサスです。誰バーサスか、浅野対、はい、森下。そうです。まあ、比べるとちょっとかわいそうだけどね。まあそうですね、タイプも違うんですが、やっぱ注目の空気、うん、まあまあ、高校と大学、大学じゃ4つ違うんだから。まあそうですね、0歳児と4歳児って、0歳児は寝たきりで、ね、寝返りも打てないけど、4歳児は走ってるからね。まあ確かにね、その4歳は喋ってるし。でも例えば80と84はそんな変わらないですね。全く変わらない、ね、そうですね、不思議な4歳ですけれどもね。まあ、そうだね。そうです、今日は注目のルーキー、はい、巨人の浅間選手と阪神の森下選手、はい、ちょっと豊さんに、まあ、まだ第一クール終わった段階ですけど、はい、まあ、印象とか比較などをしていただきたいなと思うんですけれども、まず巨人、まあ、浅野はまだ心に余裕があるね、はい、うん、というのはまだ18歳で、はい、まあ、慌てなくてもいいだろうみたいな気持ちもどっかにあって、うん、まあ、だけどあれだけの身体能力があって、あれだけバットが振れるんだったら、なんかすぐ一軍でちょっと練習も見てみたいし、はい、なんて言うんだろう、練習試合とかでも使っても面白いかなっていうふうには思うけど、はい、まあ、これはデーブが言ってたけど、やっぱああ見えて体幹がやっぱり高校の中では強いかもわからないけど、プロレベルだとまだもう少し体幹を鍛えないとちょっと苦しいかなっていうような話をしてたよね。だからあのままでもいいんだけど、はい、触れる力もあるし、ただやっぱり怪我につながるといけないというね。ああ、 力でっていうことに。まあでも高校生の中ではまあ顔も含めておっさんだよな。いや確かにキャンプ見ててもおっさんです。もうおっさんもひげも生えちゃうしさ。ただその171センチで86キロなんですけど、うん、私やっぱ見た時に若干ちょっと絞った方がいいのかなって思ったんですけど。いや、ああいう体型なんだよ。あ、絞る必要はないんですか。いや絞れないんだよ多分。 あれで絞ってんだよ。はあ。いや俺なんかも絞ったら70キロ台になるけど、はい、マナカって知ってる。ああ、ヤクルトのマナカさん。 あれは医者に言われたらしいよ。もうマックスだって。え、いやもう骨太とか骨格が、はい、もうそういう体型を作り出してるからこれ痩せ、もう痩せれないみたいな。サジ投げられちゃってる。骨太すぎた。そうだから、そういう人がいるから、浅野もああいう肉のつき方っていうのは多分痩せないんだと思う。そういうことなんですね。そうだからといって、例えば動きが鈍くなるとか、それいや動きはシャープだよ。別に関係ないんですか。ああ、関係ないよ。重戦士というか、はい、まあその重量感あるありますね、走りをするよね。あとそのバッティングの時に、あ、もうフルスイングでもう声出ながら、ああって言いながらの、うん、かなりのフルスイング、あの持っていくような感じだったんですけど、これは何をこう。いやいや、いいじゃない。フルスイング8割で振ってさ、確実にやろうとする人間よりは常に全力を出してるっていうのは、うん、俺は素敵なことだと思うよ。それができるっていうのは高校の時からやってきたんだと思うんだけど、はい、だからやっぱドラフト1位なんだよ。やっぱね、抜くんだよ、うん、あのね、今度選抜に出る高校をちょっと教えに行った時期があって、はい、まあ2日間だけどもね、はい、まあ、監督にどこを重点的に見ますかって聞いたら、やっぱバッティングをっていう風に、うん、で非力なんですよって言うから、うん、やっぱね全力で振ってないんだよ。やっぱね、背中がボキボキってなるぐらい全力で振らないと、うん、やっぱ力をつけるには、スピードをつけるには、やっぱそういう意識が大切なんだよね。だからその意識を持ってるだけでもいいよ。あ、そういうことなんですね、うん、だからソフトバンクが打てるようになったっていうのは王さんが言ってから、うん、ね、とにかく練習の時は全力で振れと、うん、1球たりとも抜くなって、うん、そこからやっぱこう黄金期を作り出し、あれだけのバッターを育てたという、うん、やっぱね全力で振れるっていうのは大したもんだよ。でシャープだもん、振り方が。それはすごくいいことってことなんですね。ああ、全然いいよ。ああ、浅野選手シャープなんですね。シャープよ。シャープだけども、ただスタミナとか、はい、まあ、そういうものがやっぱ上の人間、一軍の人間から比べるとまだまだ足りないかもわかんないよね。その体感がさっきあのデーブさんがまだ足りないっておっしゃってたのは、うん、ちょそれはプロとレベルを考えた場合によ。あ、そうそれはそうだよね。ただやっぱデーブは一軍のバッティングコーチだからさ、うん、やっぱそういう目で見るよね、うん、俺らなんかやっぱ評論家だから、はい、解説者だから、いやあれで十分でしょと思うけど、やっぱ預かる身としたらやっぱ怪我もさせちゃいけないっていうこともあって、はい、やっぱもう少し体幹を鍛えてから
やっぱ上に呼びたいっていうこともあるんじゃないのかな。いや、それ考えると清原さんってやっぱすごかったんですよ。すごい、だから化け物だっつってんだよ。だそうですよね。 あれはすごかったね。うん、でも弱かったよ、体幹。あ、細かった。体幹は弱かったけども、やっぱり技術だとかパワーで打ってたんだよね。浅野選手はどうなんでしょう、即1軍っていうのは難しいんですか、開幕。いや、難しくはないけど、人間がいるからね。あ、まあ、そうですか。浅野のために開けますっていうほど困ってはないよ。確かに、うん、逆に十分。まだ高校生だから、まだ卒業してないでしょ、はい、だからまだ高校生だから、うん、そんな慌てる必要もないけども、はい、まあ、ファン心理からすると早く見たいっていうのがある、ね、ですよね。キャンプもなんか一軍に上がってくること一瞬でもあるのかなとか、うん、まあまあ、でもできれば一軍に上げてちょっと見てみたいっていうことは原監督は考えてると思うよ、うん、沖縄から入ってくるんじゃないかっていう話はあるよね。そうですね、第3クールぐらいからってことになるんですか、うん。でやっぱ長野選手みたいな選手に、そうそうそう、ね、なれたらいいっていうのも言ってたので、そう、ね、そう、まあ、なれると思うよ、順調にいけばね、はいはい。で一方阪神のルーキー、はい、森下選手です。森下もやっぱちょっと焦りあるな、うん、焦り、まあ、焦りっていうか、まあ、ちょっとこう映像では見たけどね、うん、まあ、足もほぼほぼ治ったみたいだけども、はい、まあ、肉離れした時点でやっぱ心の焦りがあるし、だから負い目を感じながらやるよね、はい。でまあ治ってきて、まあ、フリーバッティングをちょっと見たけども、あれじゃやっぱ使えないな。あ、どのあたりがやっぱ荒い、うん、荒いし、やっぱこう、まあ、今だからこう逆に荒く振ってんのかも分かんないけど、一頃その楽天に入った左バッターの安田、豪快に振る、当たったらでかいけどって、でもああいう感じになってるね。もうとにかく振る、飛ばすという、うん、まあ、確かに大学の教えではあるんだけど、はい、中央のね、あの飛ばさなきゃ使ってやんねみたいな、はい、まあ、そういう教えが伝統的にあって、はい、まあ、飛ばす力はあるんだろうけど、うん、もう少しシャープになった方がいいね。おー、それはね、あんな自由に振れないよ、まあ、浅野とは違ってやっぱ即戦力でっていうことを考えてて、あんなに自由に振らせてくれるピッチャーはいない、うん、だからもう少しコンタクトをするという意識があった方がシャープに振れるだろうし、より遠くへ飛ぶかなっていうような感じがするよね。私が見た時はすごく軽く打ってるようなイメージプラス、そのいわゆるそのメジャー志向なので、うん、そのやっぱり振り方がすごくかっこいいなと、まあ、メジャーリーガーじゃないですけど、こんな感じで振ってるよ、ね。はい、まあ、振り方はともかくとして、うん、もう少しシャープに振らないとダメかなと思うので、振り回してるもん。そうなんですね、うん、じゃなくてポイントでパーンと飛ばせるぐらいのことをつかまないと、やっぱなかなかあれだけの大振りはちょっと難しいかなと思う。どなたか例えばコーチだったりが、バッティングコーチがそういう指導だったりとかアドバイスっていうのは、ただね、サビを落とすのにオフの間の全力でもう無茶振りする時ってあるんだよ。で体の刺激を入れといて自分のホームでこう打ち出すっていうこともあるんだけども、多分コンパクトにはなっていくと思うよ。岡田監督と同じようなタイプでね、はい、岡田監督も中距離ヒッターで、うん、まあ、アベレージも残してみたいな、まあ、そういうタイプを目指してると思うから、うん、まあ、岡田監督が見てる限りは大丈夫だよ、うん、多分コンパクトにするよ。あ、うん、そっちの方が彼のためにも長距離だったりとか、まあ、アベレージ率残す、うん、ただね、センスはいいな、やっぱり、うん、センスは感じる。本当に打ち始めだったからこうちょっと振っとけみたいな感じで振ったのかもわからないし、うん、森内が見た時はちょっと軽く打ってたんだろ、はい、軽く打ってました。だからやっぱり日によってちょっと変えてるのかもわからないな。そうかもしれない。だから全部森下カメラみたいなのないからさ。そりゃ俺だとずっと見てるわけにはいかんもん。確かにいろんな、そんな暇じゃないからさ、俺も。確かにそうですよね。そう、忙しいね、行ったり来たりして、まあ、どこか。この時期は特に忙しいですもんね。そう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 。いや、だからまあその合間にね、うん、こうちょっと見たりとかもしてるけども、うん、でも素質豊かな2人だよね、はい、そうですよね。だから浅野はやっぱこう三拍子揃った、うん、選手にはなるだろうし、はい、まあ、森下は岡田監督みたいにね、うん、中距離ヒッターで、まあ、活躍していけると思うよ。そう、ただやることはやっぱりこう浅野は
まあ、体幹体をやっぱもう一度しっかりさせるということと、うん、振り方なんていうのをさものすごくよく知ってるよね。であのまま全力でシャープに振っていけば、はい、俺はものになっていくと思うし、はい、森下はこう荒削りなところをこう無駄をなくしていってシャープになっていくと必ずものになるという選手だよね。楽しみですね。楽しみ楽しみ。あのこのね2人の注目のルーキーの選手たちが、はい、もうこのキャンプの1日1日ごとにどういう風にね成長していくのかっていうのも見ながら。大変だよキャンプでテレビ映ってんだもん、うん、そもほじれないからいや本当にいいですよ、ほじってもいい、ほじってもいいかいいですか。あ、そうなの、隠さないから今本当ねカメラがねズームして撮ってるんですよ。いや本当に何もお尻もかけないし。いや本当だよな、おならぐらいしかできないですよ。おならも拾うから今音声すかしですよ、ね、匂いは大丈夫ですよ、ね、匂いは大丈夫そう、うん、だからもうちょっと大変だろうけどもね、まあ、頑張ってほしいと思います。そうですね、はい、はい。